久保さん。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 久保さん、はい。いやー、久保さんと言い続けて、あ、億万長者合宿って今年、去年でしたっけあれいつやったっけえ、<laughs> 去年ですよねいつだ <laughs> まあちょっとき、ちょっと待って、調べていいですか億万長者合宿っていつやったんですかね 億万長者合宿っていつやったんだろうあ、2019年だ。だから去年ですね。去年の4月だ。令和になる前ですね。4月の最後の、あれ、日で。いや、もう今年も終わりますね。早くて。うん。ま、あ今回は、あー、その、失敗ですね。失敗。失敗。 失敗、失敗を使えっていう。失敗を使えって多分概念がないと思うんですよ。失敗どうやって使うのって失敗してんでしょっていう話で。だからこれは久保さんの話にあった通り、あの失敗談って、あのみんなね、好きなんですよ。失敗談要はみんなマウント取りたいんで、あの、本当みんなマウント取りたいんですね。 まあ俺の方が、まあ、うん、稼いでるぜっていうようなマウントの取り方もありますけれども、なんかその、稼げない、稼げてない人は、人でも、マウントは何かしら取りたいんですよ。まあ俺の方がちょっと上だぜとか。ねあいつバカだなとか。うん。なんか、なんかそ、そんな感じ人間あるんですね。なんかよくわかんないですけど。あるんですよ。うん。なんかちょっと、あの、こっちの方が安全だぜ、みたいな。うん。 あ,あのー、それを見て安心なのかなそれを見ることによって安心できるのかなあ失敗してるんだなとみたいななんだろうな、うん、何なんですかねこの人間のこのこのしロジックなんで人の失敗談っていうあのー、いいんすかねまあま松本人志さんの滑らない話も ほぼ芸人さんの失敗談みたいな感じです。<laughs> うん。だからね、失敗を、何がかっていうと、結論失敗を話せってことですね。で、マウント取らせてあげろっていう。な、なんだろうな。まあ、その、なんだ、リサーチするお客さんのニーズを、ニーズを知るっていうのも大事なんだけど、お客さんの、その人間の感情を満たしてあげるっていうね。終わかります。 あ、あの、どうぞ笑ってください、みたいな。僕バカなんです、みたいな。な <laughs> んだろうなうん。それを、そのなんか人間の構造をうまく、まあ理解した上で、それを、もうわざとね、わざと使えるっていう。もうあの、武器としてもはや使える。でもみんな恥ずかしいから言いたくないですよ。恥ずかしいとか、なんかし、言いたく、なんか。か僕がね、やっぱそのフレームが一気に外れたのが、 もうこれですね。借金があることを暴露した。暴露して売り上げがああの変わらなかった。もはやちょっと上がったっていう、この体験談をして、あ、もう本当関係ないなっていうのは実体験ですね。これ。自分で体験しました。今までは、僕、セミナーやった時に、お客さんに何人か言われたんですけど、吉谷さんって、いくらぐらい稼いでるんですかとか、吉谷さん、貯金どれぐらいあるんですかみたいな、<laughs> 休憩中にね、何人か言われたんですよ。で、その時に僕は、 あの、ご想像にお任せしますって。で、内面では、もう借金あるんだけど、みたいな <laughs>。借金あるけど、偉そうになんか話してるわけです、セミナーで。だから、なんか借金があるっていうことを言っちゃうと、なんかその、僕から商品を買ってくれる人はいないんじゃないかなっていう、思ったんですね。だけど、まあ、関係なかったですね。うん。関係なかったです、結論。だからまあ、あ関係ないですね。 逆にあの借金があった方が売れるっていう,、うん、う。だからなんかその借金話とかも結構反応いいっすね。共感取れるんで。うん。だから自分が失敗したことうまくいかないことって、ただこれねちょっとポイントがあって、ずっとうまくいかないとダメ。ずっとうまくいかなかったらちょっと微妙な部分はあるんですよ。なんかしらその、なんか、 うまくいったけど過去にこういうことっていうのでここが生きるんですよ。だけどずっとうまくいっていないっていうのはあのもちろんそのマウント取りやすいんだけど商品を売るっていう上ではきついですね。商品を売るっていう上では。だって何も成功してない何も結果を出してない人から商品買いますかって話でずっと例えばねまあ久保さんが最初セルフバックでセミナーをね、えー、やったセルフバックセミナーですよね自己アフリエイトでセミナーをやって えー、80万ぐらい稼いだわけなんですけどじゃあ久保さんがなんでそれ参加者の方が言ってくれたかっていうとまあ未確定報酬だけどこんな結果出たよ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 っていうのをフェイスブックで流してたわけですよねでそのやっぱ結果があったからっていうのがやっぱかなり大きいわけですよだけどじゃあ今日もセルフバックで0円です今日もセルフバックで0円です今日もセルフバックで0円です今日やっぱセルフバックで稼げないですね セルフバッグやめた方がいいですよ。っていう人からセルフバッグの商品買わないですよね。<laughs> 無理ですよね、これ。これ無理なんですよ。<laughs> これ無理。<laughs> これは無理でしょ。僕絶対買わないですもん。え、なんかメリットあるのかなっていう。<laughs> でセルフバッグで毎日0円で失敗してて何も稼げてないみたいなね。いや、もはやセルフバッグで1円も稼げない人から何を買うんだって話で。<laughs> だそれは無理ですよね。うん。だからこういうのだったら売れるんですよ。 例えば、あの、セルフバッグが儲かるからって聞いて、あの、最初始めてみたけど、確かにちょっとやったけど、稼げたと。だけど、なんか、あの、やっぱそれで生活は無理だ。うん、だからセルフバッグで稼いだ金額が、まあ、数万円だと。で、僕はそっから、なんだ、うーん、じゃあ、転売を始めましたと。で転売では、こんな、今、毎月これぐらいの結果を出していますと。なんで、まあ、セルフバッグでね、あの、なんだ、 うまく、まあ、その、収入の限界を感じてるあなたへ、みたいな感じで、転売やってみませんかと、僕もセルフバックで、同じように、5万円ぐらいが限界でした。みたいな感じだったら、まあ、この転売のね、あのー、セミナーとかね、ノウハウは売れるでしょうけど。うん、だ失敗を生かすた、使うためにも、やっぱ、結果は欲しいですね、そこはね。うん。まあ、商品売るんだったらですただし、これね、YouTuber だったら別です。 ユーチューバーの広告収入で行くんだったら、ずっと失敗でも OK です。そな、なぜならば、エンタメなんで、これは。わかります失敗談をエンタメに変えて、それで広告収入で稼ぐっていうものであるならば、ずっと失敗で OK です。うん。全然問題ないです。それをエンタ面白くすればいいだけなんで、失敗談を。だからまあ、その、自分がマネタイズする、 うーんポイントによって、まあ、戦略は変わるかなと思いますね。うん。なんか YouTuber の方で今ね、ハゲで借金2700万っていう YouTube チャンネルがあるんですよ。ハゲで借金2700万っていう。<laughs> もうハゲだし、借金2700万みたいな。で、それの、あの、どう返していくのかとか、その、私生活ですよね。で、それで今、チャンネル登録何人だ この人すごい。だハゲを使ってるんですよ。うまく。ハゲ。ハゲ。2700万あ。チャンネル登録者数5万人ですね。はい、5万人です。はい。あ <laughs> <laughs> まあ今ね、調べたら、久保さん。久保さん、出てきましたね。バカハゲの、はバカハゲノリオの質問コーナー2020。 えー、借金は残りいくら <laughs> これね、1.9万回回ってますね。<laughs> 1.9万回回ってる。すごいっすね。<laughs> 質問コーナーで1.9万回回してますよ。久保さん、僕たちにはちょっと難しいっすね。質問コーナーで。<laughs> 約2万回回すのは。はい。はい、そんな感じです。いってらっしゃい。